大和市地域おこし協力隊の池山千明です。みかん狩りに行ってみかんサンドを、この前作ったんですけど、今回は甘夏みかんを作って甘夏シェイク作りたいと思います。ということで早速スタート。甘夏と蜂蜜、バニラ、牛乳、で作っていきます。甘夏を切っていきます。少し辛めに入れちゃいます。ある程度残っても大丈夫。チーズ全部抜けました。これをミキサーに入れていきます。半分ぐらい入れます。で、蜂蜜少し、最後に牛乳、これを混ぜていきます。よし、できた。スムージー作れたんですけど、これを今日はじゃん、ちょっとね、100均でかわいい、かわいいかわいいコップ、コップっていうかカップか、クリアカップ、そう、買ってきたんです。これ多分入れると可愛く浮き出てくると思います。で、あとなんかね、こうやって、可愛い、猫になってる、知らなかった、めっちゃ可愛いやんこれ、大興奮。ちょっとカフェオープンや、カフェオープンでね、ストローもめっちゃたくさんあるこんなに使わないけど、この何色がいいかな、そう、水色だったり赤だったり黄色だったりいろいろあるので、これを刺したいと思います。じゃあ入れていきます。めっちゃいい感じにできております。じゃあ入れてきます。おー、どこ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 、おぉ、わ、いい感じ、めちゃくちゃ、見て見て、そう、いい感じ、結構ちょっと、固形っていうか、もう少し残した感じに、そう、してみました。じゃあこれを、にゃー、かわいい、めっち
感じで、ストローを、じゃあちょっと緑にしようかと思います。こんな感じで完成です。1個完成したんですけど、今日はね妹が来てるので妹分も作っちゃいました。なのでね、ちょっと2人でねこれは飲みたいなと思います。おー、いい感じ、果汁たっぷりです。じゃあ次は何色にしよう。青と、まあ、ピンクか赤かな。赤の方が目立って可愛いかな。赤にします。赤、よいしょ、できました。可愛いプレジー、にゃーできました。甘夏シェイク、甘夏1個、これ両方とも甘夏1個と、あと、牛乳、蜂蜜、バニラアイスを、まあ、バニラアイスは 100g ぐらいで、蜂蜜適量、まあ、一回し半ぐらいと、あと牛乳も、50ぐらいかな、はい、入れてスムージーできました。じゃあちょっと妹と一緒に飲んでいきたいと思います。喜んでくれるかな。スムージーが作れました。表がなんか猫、かわいいね、かわいいよね猫で、後ろがこういうフレッシュドリンク Makes up happy だって。フレッシュドリンクはハッピーを作ります。ということで妹とシェアハピーしたいと思います。どっちのストローがいい？赤か。じゃあ赤。はい。はい、いただきまーす。ん？入ってくる？待って、粒が結構大きすぎて。移動させたら入ってくる。あ、マジ？うん、こうやって。うんうんうん、入ってきた。持ってみて。うん、どう？美味しい。ね。うん。めっちゃ美味しい。甘夏ってさ、結構酸っぱいんだけどさ、うん、バニラアイスとかはさ、そうそう、バニラがちょうど、そう、蜂蜜とか入れてるから、うん、なんかね、甘くなって、うん、ちょうどいいよね。うん、美味しいよ。うん、でも、そう、なんか果汁を結構、果汁が多分こうね、残る感じでやって、なのでストロー結構太めの方がいいね。うん、そうだね。そう、果汁がなんか大きく残ってると吸えないっていう状況がちょっと出てくるので、でも果汁残ってた方が絶対美味しいよね、きっとね。うんうん、しっかり甘夏の、うん、ちょっともうさ、これ蓋開けて飲みたいよね。そうだね。正直なところ、うん、ね、うん、いいよ。そう、うん、あー美味しいね、美味しいよね。うん、美味、うんうん、しい。やったー、シェアハピできました。甘夏結構みかんの中では酸っぱいから、うん、でも酸っぱいのが苦手な人もこれならきっとそのバニラとか牛乳とか、まあ、蜂蜜も入れてるから飲めると思う、うん、ね、うん、しかもこれから夏の季節にちょうどいいよね。あ、ちょうどいい ね、大成功だけど、ちょっと
ストロー問題あったけど、うん、大成功です。イエーイ。甘夏は本当に尾鷲でお店屋さんの前とかスーパーの前だったりとかそういうところにも売ってるような、結構たくさんいろんなところで売ってるので、尾鷲に来た時にはみかんを買って帰って作ってみてください。ではチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。